新型 X6 が発売。BMW は4月3日、新型 X6 並びにハイパフォーマンスモデルである新型 X6M を発売した。納車開始は7月を予定している。X6 はクーペライクなボディデザインとオフロード性能を組み合わせた。スポーツアクティビティクーペ SAC として、 2008年に初代モデルが誕生した。今回発表の新型 X6 は2019年に登場の3代目をベースとしながらデザインを刷新。グレード体系は BMWM 社が開発しサーキットでの本格的な走行も視野に入れた X6M コンペティションと 走行性能を高めた M パフォーマンスモデルである X6M60iX ドライブの2つをラインアップする。デザインをブラッシュアップ。デザインは同日販売を開始した X5 と同様。矢印型デイライト機能を有した LED ヘッドライトや大型バンパーを装備。インテリアにも12.3インチのメーターパネルと、 14.9インチのコントロールディスプレイを一体化させたカーブドディスプレイを採用するスーパーカー顔負けのスペック搭載されるパワートレインは X6M60iX ドライブが 4.4LV 型8気筒 BMW ツインパワーターボエンジンに8速ステップトロニックミッションと 48V マイルドハイブリッドシステムを組み合わせ システムトータルで最高出力 530PS、390kW、最大トルク 750Nm を発揮する。X6M は 4.4LV 型8気筒 BMWM ツインパワーターボエンジンに、8速 M ステップトロニックトランスミッションと 48V マイルドハイブリッドシステムを組み合わせ、システムトータル最高出力 625PS、 4 6 0ット最大トルク 750nm というスーパーカー並みの性能を有する。足回りは、X6M60iX ドライブには、アダプティブ M サスペンションが。d m w x 6 m には、アダプティブ M サスペンションプロフェッショナルが装備され、走行性能と快適性を両立。それに加え X6M には、 アクティブロールスタビライザーや M スポーツブレーキ、M モデル専用の四輪駆動システム MX ドライブやアクティブ M ディファレンシャルなどを採用し、あらゆる状況で M の名にふさわしい駆け抜ける喜びを実現するという、渋滞時のハンズオフにも対応。X6 には X5 同様に先進安全装備も充実。 同社最新の運転支援システム、ドライビングアシストプロフェッショナルのほか、ハンズオフ機能付き渋滞運転支援機能やパーキングアシストプロフェッショナルなども搭載。さらに、AI を活用したインテリジェントパーソナルアシスタントなども装備される。